皆さんこんにちは。中学1年生の国語についてちょっと触れていきたいと思いますね。今日はですね、こちらプリントの内容なんですけどね、前回からやってます龍のですね、まあ立つと呼ぶかもしれないんですけどね、こちらの方の問題をちょっと触れていきたいと思います。さあ最初はですね、舌がザラザラしてくるとあります。同じように三太郎が不快に思う様子を表した八字の擬態語っていう問題ですね。はい、文章中から書き抜きなんですけど、擬態語っていうのはそもそも何ですかっていうと、人とかですね、物事の状態や様子などをですね、声、音声化して表した、言葉を擬態語と言います。例としましては、今回したかそのザラザラね、ザラザラしているとか、あとはニヤニヤとかウロウロとかジワジワとか、こういう言葉がちょっと例として出てるんですが、こういう言葉を擬態語と言いますね。状態とか様子などを声音声化して表しているものですね。はい、そうするとですね、擬態語で表現したところがね、19行目にありましたので、ぜひ探してみてください。こちらがヌルヌルネチネチね、こんな形で書いてもらうといいでしょう。で、過去にはです、辛抱我慢とあります。三太郎何を我慢しているのですかっていうんで、ことにつながるように書いてもらいたかったんですが、一つ例としまして、この7から8行目あたりを参考にしてもらうといいかなと思います。思い切って鼻先を出そうとやっと心に決めたのである。で、その次に辛抱我慢っていう言葉が続いてるんですね。辛抱我慢にも霧があるって言ってるわけですね。ですので、まあ自分が住んでるこの沼からですね、顔とか、もしくは今読んでもらった通り鼻先とかでも全然構いません、を出すことっていう形で入ってもらうといいですね。で、あれほどざわついていた沼の周りがいつやら以前通り浸透しているとありますが、これはなぜですかっていうことですね。前の話でですね、三太郎見つかっちゃったんですよね、村人にね。なんで入見物で、まあ、皆さん来てるんですけれども、なんで騒がしくなっちゃったんで、もうずーっと沼の底でじっとしてたわけね。ところがですね、会う時からですね、以前通りシーンってなるようになったわけですよ。なんでかっていうと、これ29行目から30行目に書いてあったんだけど、村はですね、日照り続きになっちゃって雨が降らないんですね。日照り続き、最初と最後の5字ずつ書いてもらうんで、ここまでですね、日照り続きに流見物どころではなくなったのではなくなったってことですね。ね、のんきにね、出てくるかもわかんない理由をね、まあ、あのね、待ってる状況じゃなくなっちゃったわけですね。そして、飛び上がり雲に乗って一かけすればさっぱりするとありますが、実際にこのようにした時の三太郎の心情を比喩で表現した、ごめんなさい、比喩で表した表現を文章中から14字で書き抜いて答えなさいってあります。比喩って今度出てます、比喩。ね、これ、ようなとかみたいなっていう、あ、上と下の記号が間違ってる。ようなとかみたいなとかね、こういう形で表現した言葉では表している例えを使った表現ですね。はい、まあ、体でヌメヌメしてるわけですよ。で、気持ち悪いんですよ。で、いい加減外にも出てっていうことでですね、で、雲に乗って一かけすればさっぱりするっていうのをどういう風な表現で言ったかというと、31行目に書いてありましたが、久しぶりに風呂に入ったように、まあ龍が風呂に入るっていうのもなかなか面白い表現ですけどね、まあ、そんな形でようにっていうこの言葉を使ってちょっと表現していますね。こんな風にちょっと例を出してるわけですね。ちょっとすいません、よいしょ、ね、はい。そして括弧5番の方なんですけれども、百姓たちが沼の周りにしめ縄を張り巡らし、立て札立てて戦いきさつを書き連ねるにもまた何日もかからなかったって表現、はい、書いてありますが、百姓たちがこのような行動を取ったのはなぜですかっていうことですね。まあ、三太郎はですね、本当に気が弱いんですけど、ついに思い切って出ていきます。ね。で、雲に乗ってですね、わーっとですね、一かけしてですね、体中さっぱりしてですね、また沼に戻ってくるんだけど、これがですね、思いがけない事態を起こしまして、先ほど、村の人たち左続きで、ちょっと見学してる場合じゃないっていうんでね、それなんで、もう三太郎の沼に来なくなったんだけど、その三太郎がね、一かけしたことによってですね、田畑にですね、雨が降ったんですよ。大雨が降った。それなんで、百姓たち、やったーっていうことですよね。雨が降らないで困ってたのにね。
三太郎がね、人掛けしてくれたおかげで雨が降ったんです。で、別に三太郎は村人たちを助けるためにそうしたことしたわけじゃないんですけれども、村人たちからすると、龍神様が私たちのためにやってくれたんだっていうんで感謝してるわけですね。で、その感謝して、その三太郎を龍神様として、立て祭ろうって考えたわけです。そんなんでこんな形で書けるといいですね。で、けがの巧妙っていう表現してるわけなんですけれども、こちらの方はですね、三太郎の行いのことですね。記号で選ぶんですが、三太郎は別に村人たちをね、助けるつもりもね、なくてですね、ただただ自分の体がね、いい加減ぬめぬめし気持ち悪いからね、かけたわけなんですけど、その自分がやった行動が、思いがけず偶然良い結果をもたらしてですね、結果的に三太郎は龍神様として村人に祀られることになったわけ。こういうのを怪我の巧妙っていうわけですね。まあ自分がやったことを意図せずに良い結果をもたらすことですね。で、気の弱い、微笑なんていう感じありますが、こちら三太郎のですね、その時のね、微笑、笑みをですね、心情を踏まえて選んでほしいんですが、最初はみんなに周りに見物来られちゃって、ああ、出て行かなくなっちゃうよってんで困ったような感じのね、気の弱い微笑。で、次は気の弱そうな苦笑いって書いてあるよ。これは龍神様と祀られた後の話になりますんで、嬉しくて照れてるわけですね。思いがけずそんな形でね、祀られるようになったんで、これはようやく父ちゃんにも少し顔見せができるなっていうね。顔向きができるなって形ですね。はい、というわけで、今回ちょっとプリントこんな形で確認させていただきました。ぜひともまたもう一度ね、見直していただければと思います。はい、では1年生の国語は本日ここまでになります。また次回お待ちしておりますのでね、よろしくです。ではまた、じゃねー。